全員揃ったわね。作戦通りに行くわよ。私はあなたより上の存在を守って。メタロ。これでとどめよ。邪魔をするやつは許さない。地獄嵐。私はあなたよりも上の存在なの。死なない程度に殺してあげる。食らいなさい。ふわっ。私の命令に従えば勝つことなんて簡単よ。超巨大パフェ。S級の美味しさですよ。
に任せろ。私の傘下に入りなさい。俺に任せろ。今日は残業かも。いつでも。全員揃ったわね。作戦通りに行くわよ。息子たちが随分と世話になっているじゃないか。どう？ゼッパさん、生存競争だ。目障り。ほら、目障り。私はあなたより見えません。新ギアの開始だ。新ギアの開始だ。これでとどめよ。邪魔をするやつは許さない。地獄嵐。私はあなたよりも上の存在なの。死なない程度に殺してあげる。食らいなさい。ぐっ。私の命令に従えば勝つことなんて簡単よ。俺に任せろ。まだまだ未熟者ですが、これからもご指導のほど
よろしくお願いします。まだまだ未熟者です。来い、俺が相手だ。まだまだ未熟者です。私の傘下に入りなさい。ここは俺に任せろ。よう。いいえ。バカな！旧人類撲滅用精鋭戦力が全滅しただと。アーマードゴリラからの通信によると、二人はこちらに攻め込んでくるようです。奴らがここに来れば、積み上げてきた研究成果を。これは一大事かと。切り札を使うしか。アシュラカブトを解き放つ準備をしておけ。それは無理だ。とうとう放つのか。やはりやめた方が良いのでは。嫌な予感しかない。落ち着け。あくまで最終手段だ。しかまずは地上1階から8階まで無数の罠を仕掛ける。運が良ければそれで終わる。失敗した時に私がどうなるかは。進化の家最強戦力の俺を。
ここが進化。1,2,3,4,5,6,8 階建てくらいはあるな。これが一番効率よく一網打尽にできると判断したのですか？いや、そうだけどさ、相手もいろいろ準備してただろう。えげつないな、お前。地下への蓋っぽいな。やめろ！元気にしてたかい？いや、アシュラカブト、元気にしてたかい？また私のクローンをたくさん殺してくれたな。気は済んだか？ベーケー、おめえ気が済むわけがねえだろ。人を地下深くに閉じ込めやがってよ。進化の家最強戦力の俺を言え。お前は精神が不安定だ。ベーケーコントロールで。バカ、俺はお前らの求めた新人類の完成形なんだぜ。知能も肉体レベルもお前ら旧世代とは比にならねえ。だからお前らが俺の言うことを聞くのが正しいんだよ。違う、お前は失敗作だ。確かに圧倒的な性能を持つが品性が足りない。俺を殺しても構わん、代わりはいくらでもいる。だが一つ聞いてほしい。何としても入手したいサンプルがある。だが恐ろしく強いのだ。お前にしか倒せん。生死はとはな。地下めっちゃ広いじゃん。テンション上がるな。この奥に生体反応。先生、2体ほどこちらに近づいてきます。おー、いたいた。2匹いるけどどっちだ？と、右だ。じゃあ左のこいつはいらねえんだな。ジェノス？え？おい、俺はアシュラカブトってんだ。戦闘実験用ルームがあるからよ、そこでやろうぜ。ジェノスを現代アートみたいにしやがって。上等だ。広いだろう。戦力として使えるかどうか、ここで戦わせて実験してんだ。じゃあ殺し合いますか？まだ生きてやがったのか。無駄だ。先生、ここは俺が。行くぞ。マシンガンブロー。くらいやがれ。
食らいやがれ。マシンガンベロを壊れてんぞ。もう無理すんなって。生きてる。そんな。ジェノス、大丈夫か？いや大丈夫じゃないだろその頭。ずいぶんと俺を期待させる演出してくれるじゃねえか。ずっと人間の能力の低さに疑問を抱いていた自分以外の頭の悪い動物にしか見えなかった。私にはそれが自らの手で築き上げる私のための理想郷、人類を超越した我々新人類のみで構成され見届けねば。あの頃の苦痛とこの程度の肉体の痛。おら、とっととかかってきな。わかる、わかる。がっかりさせんなよ。お前ここの最終兵器なんだ。今朝の奴らとは明らかに違う。自信に満ちた表情してっからな。何してんだ？おい。今手を出せばやられていた。何なんだこいつは。隙だらけなのに俺の直感が大音量で危険信号を発している。あ、貴様、それほどまでの力一体どうやって手に入れたんだよ。お前も知りたいのか。いいだろう、ジェノスもよく聞いとけ。この場で教えてもらう。先生の強さ俺にも聞かせてくれ。え、誰？ジーナスだ。まあいいだろう、心して聞け。危険だ、こいつらにそんなことを教えていいのか。まず大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうか。改造手術、遺伝子操作でもなく、トレーニング。一体どんな。いいか、ジェノス、続けることだ。どんなに辛くても
俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ、これを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べる。朝はバナナでもいい。極めつけは精神を鍛えるために夏も冬もエアコンを使わないことだ。最初は死ぬほどつらい。1日くらい休もうかとつい考えてしまった。俺は強いヒーローになるためにどんなに苦しくてジヘドをぶちまけても毎日続けた。足が重く動かなくなってもスクワットをやり、腕がプチプチと変な音を立てても、変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた。そして強くなっていた。つまり、ハゲるくらい死に物狂いで己を鍛え込むの。それが強くなる唯一の方法だ。新人類だろ、進化だろと遊んでいる貴様らで、決してここまでたどり着けん。自分で変われるのが人間の強さだ。なんだと？こいつ本気か？先生、ふざけないでください。え？それは一般的な筋力鍛錬だ。お、しかも大してハードでもない通常レベルだ。俺は強くなら、そんな冗談を聞くためにあなたの元に来たのでは断じてない。埼玉先生の強さは明らかに体を鍛えた程度のものではない。そうだ、俺はお前のその秘密を知りたいのです。ジェノス、なこと言われても他に何もねえぞ。そうかい。秘密を教える気がねえってんなら構わねえぜ。どうせよりよか強くはねえんだ。ただしムカついたからてめえは殴り殺す。ラッシュラモードなるともう丸一週間は理性が飛んで暴走本能が静まることはない。お前を殺した後は町へ降りて来週の土曜まで大量殺戮が止まらねえぜ。強いヒーローだったら俺を止めてみろ。まさか。ほう！な！まずい。俺は大変なミスを犯したのかもしれない。こいつの柱もこのまま丸一週間。この調子で来週の土曜までだと。丸一週間後か。来週の土曜、つまりは今日も土曜ってことじゃねえかよ。ということは溶岩。なんだこの男は。スクジッパー。おそらく先生はこのことを気にされている。
先生、閉店は22時です。の片道4時間かかる道のりです。かなり急げば間に合うんだな。はい。行くぞ、ジェロス。はい、先生。もうやめよう、こんな研究は。変わるべきは私なんだ。ここは俺に任せろ。まだまだ未熟者ですが、これからもご指導のほどよろしくお願いします。
わしは武術の真髄が分かったか。わしはバングというものじゃ。手合わせならいつでも付き合うぞ。専門家であり本も出されているカーフェチ氏に来ていただきました。結論から言わせてもらうと、今年の蚊は完全な新種であるため、私もわかりません。失礼しました。番組の途中ですが、臨時ニュースをお伝えします。 Z 市に大量の蚊の群れが集まっています。襲われた家畜はミイラ化していたとの情報が入っています。いいよ。ん？わかりました。気分調査システムがご利用できる。こちらから気分調査が。こちらにはゲーム中に行う手がかり確認をクリックして、こちらには今回の調査クエスト手がかりに関する情報を確認。俺が相手だ。流水岩再建、武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。
ここは俺に任せろ。今日は残業か。では少しばかり置いた体で運動でもするかの。
腰を伸ばす運動にはちょうどいい。どう？一か八か。だ、いや。ほう。ほう。終わりじゃ。少し痛いぞ。うん。手じゃ。武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。うん、どうじゃ、武術は奥深かろう。主の素質を見てやろう。かかってきた。遅いぞ。終わりじゃ。少し痛いぞ。うん。大手じゃ。武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。うん、少しは老人をいたわろうとは思わんのか。ここは俺に任せろ。流水岩祭、武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。いつでも。
腰を伸ばす運動にはちょうどいいな。息子たちが随分と世話になっているじゃないか。武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。うん、どうじゃ、武術は奥深かろう。お主の素質を見てやる。一か八か。まだまだじゃな。再建終わりじゃ。終わりじゃ。少し痛いぞ。うん、大手じゃ。武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。うん、少しは老人をいたわろうとは思わんのか。腰を伸ばす運動にはちょうどいいな。息子たちが随分と世話になっているじゃないか。武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。うん、
武術は奥深かろう。お主の素質を見てやる。少しは武術の真髄が分かったか。打ちか罰か。どうじゃ、武術は奥深い。お主の素質を見てやろう。立ちか。見つけた。武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。うん、老人をいたわろう。ターゲット捕捉。
子たちが随分と世話になっているじゃないか。油断禁物。全員揃ったわね。作戦通りに行くわよ。息子たちが随分と世話になっているじゃないか。どうして百姓種族だ。目覚まれ。反撃開始よ。進撃開始だ。ほら行きなさい。進撃開始だ。散ります。めんどくさいわね。これでとどめよ。邪魔をする奴は許さない。地獄嵐。私はあなたよりも上の存在なの。死なない程度に殺してあげる。喰らいなさい。ふわっ。私の命令に従えば勝つことなんて簡単よ。ここは俺に任せろ。私の傘下に入りなさい。まだまだ未熟者ですが。流水岩再建、武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。Thank you.
私の傘下に入りな、ここは俺に任せろ。私の傘下に入りなさい。まだまだ未熟者ですが。流水岩再建。今日は残業かも。では少しばかり置いた体で運動でもするかの。再建武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。この前のあれさ、腰を伸ばす運動にはちょうどいいな。一か八か。まだまだじゃな。武術とは何たるかその身で受けてみるがいい。どうじゃ、武術は奥深く。スリル満載で楽しいひとときを、はあ、私たちが開発したスリル満点の戦い、深淵の迷宮に迷い込んだ
どんな方法で迷宮から脱出しようとなる。最後の質問。あなたはまさに私たちが探し求めていたプレイヤー。ありがとうございます。共に深淵瞑想の世界へ参りましょう。足止めをする。哀れなやつ。待った。どうだ。素人丸出しだ。じゃすぐに死ぬぞ。どうだ。死ぬなよ。やめるなよ。あった。これで終わりだ。どうだ。待った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 。どうだ。死ぬなよ。
待った。どうだ。待った。自由がいい。どうだ。調子に乗るなよ。思い知ったか。
邪行剣のスネックが来たから市民に指一本触れさせん。待った。これで終わりだ。調子に乗るなよ。これで終わりだ。白と丸出しだ。すぐにしろぞ。調子に乗るなよ。白と丸出しだ。これで終わりだ。これがヒーローの実力だ。少しは武術の真髄が分かったか。息子たちが随分と世話になっているじゃないか。見つけた。まだじゃな。
だ。何たるかその身で受けてみたい。伝わろうとは思わんのか。Thank you.
がですね。ああ、あなたほどの素晴らしい。岩彩剣、武術とは何？まだまだ未熟者ですが、これからもご指導のほどよろしくお願いします。